衆院東京十五区補選、江東区、28日投開票。和9人が立候補する中、各種情勢調査で上位と伝えられるのは、日本維新の会の新人、金沢由衣氏、33、だ。2度目の衆院選で江東区での活動歴は5年目に入った。地道に積み上げてきた認知度を武器に、立憲民主党の新人、酒井夏美氏、37、を 選挙戦では複数の候補者や陣営が妨害行為を受けており、金沢氏はその実態も語った。金沢氏は2021年の衆院選に続く2度目の出馬だが、前回とは全然違う。江東区を頼んだよ、と声をかけられることも増えた、という。先行する堺氏を上位で追うとする情勢調査もある。堺氏は19年に江東区議に初当選しているが、 活動してきた量は全然違ううと思う江東区でずっと活動してきたのは私しかいない。地元への情熱と国政への覚悟は誰にも負けない、と言い切る。江東区には20年初頭から移り住み、同区での活動も5年目に突入した。1日100回の辻立ちを何度も達成するなど、街頭での演説回数は昨年末時点で1万5000回を突破した。 立民の酒井氏は16日のネット討論会も旧候補者中で唯一欠席したが、金沢氏は酒井氏が共産党から支援を受けることにも強い疑問を投げかける。政治信念はどこにあるんだろうと、立憲さんと共産党さんでは憲法改正一つとっても考えが違うのに筋が通っていない。政治家なら討論会でも議論すべきだった。さらに金沢氏は政治とカ の問題払拭を政策の筆頭に掲げつつ、街頭では地元の皆さんの話を聞くと、例えば外国人の土地売買。これもしっかり規制をかけていかなければならない。自分たちの国を自分たちで守っていく必要がある、と保守的な姿勢もアピールする。日本保守党の飯山陽氏、48、とも競うが、金沢氏は同党代表でベストセラー作家の桃田直樹氏の名を挙げて、 実は桃田さんんんの本が好きででほとんど読んでますみんなハードカバーで、と大ファンであることを笑顔で告白。ぜひフェアに制作で論争したい、と願った。20日の街頭演説では、多陣営から過激な妨害を受けた。すでに選挙事務所前にも同様に押しかけられたことを明かした金沢氏は、周囲の一般の人たちまで巻き込まれるのが申し訳ない。 これで取り締まれないのであれば公職選挙法も見直す必要がある。民主主義の根幹が揺るがされる、と怒りを見せる。金沢陣営の担当者は、こちらは女性候補だけに特に危惧している。大事な時期に街頭演説の日程も全く公表できなくなった、と明かすと、20日に妨害行動を防ごうとした際に押されて破損したというスマートフォンも見せ、動画も撮ってあるので、 選挙期間が終わり次第すぐに公開すると断固とした口調で話した